人間なんて完璧な人いないですから、別にオリンピックとかいろいろあって炎上したり人叩かれたりする時代ですけど、人間って何もしていない人と、ね、大きなミスをしたことがある人の二つしかないんですよ。そう。要するに、失敗していない人は過去に何もミスとか汚れてる、黒歴史みたいなのがない人って、何もしてない人だから、それただ単に。ね、それだったら、僕らじゃあ政治家とか、なんかいろんな人たちも、何もしてない代わりに、失敗してない代わりに、本当に何もしてない人ってのが、もうトップになったりとか何かをする時代になっちゃうので、それどうなのって思いますけどね。失敗を恐れても、恐れずに行動して、で、失敗した場合は自分で責任が取れるって人がかっこいいわけだって、何にもしなくて失敗してない人って、なんだろう。それってただ何もしないだけの人ですからね。あともっと言うと、一般の人が成功してる人が失敗してるのを見て叩く聞いたりとか、炎上してるのありますけど、あれ簡単ですよ。自分たちがそれを言ったところで、自分たちのミスなんて誰も興味ないから、偉い人のミスはみんな興味あるけど、どうでもいいそこら辺の一般人のミスなんか誰も興味持たないから、だから叩かれてないだけなので、切り抜きいかがだったでしょうか。この動画の概要欄の方から、今なら僕が作った D ラボ動画配信サービスですね、の無料の体験リンクと僕のオーディオブックが無料で聴けるリンク入ってます。よかったらぜひチェックしてみてください。さらにチャンネル登録の方もお忘れなく。それでは、バイバイ。